ケーブルの長さが簡単に測れる。デジタルケーブルメジャー。棚卸しの管理など、ケーブルの長さを測るのに、とても便利です。CV、VVF、同軸、LANケーブルや、2000以上なら、それ以外のケーブルも、計測、登録 OK。操作は簡単。電源を入れて、ケーブルの種類を選択。クリップでケーブルを接続し、スタートスイッチで測定。操作はこれだけです。1000メートルまで OK。登録以外のケーブルでも10個まで追加で登録できます。詳しくはジェフコムのホームページをご覧ください。